携帯電話の音が鳴らないよう設定をお願いいたします。またお子様の一人歩きやお席を離れることがございませんようお願い申し上げます。それではただいまより開演です。どうぞごゆっくりご覧くださいませ。普通こうやって寝てくるとあったかく迎えてくれるもんだ。もう一回出る。ありがとうございます。本日は山田奉行所へのご来場誠にありがとうございます。あっしはこの店の主、陽平と申します。以後よろしくお願いいたします。さて、うりうり、何してんのかって打ち水してんですよ。こうやってね、毎日毎日ほこりが立たねえように打ち水してんです。うりほりナイスリアクション、ナイス、うまい、上手です。よし、こっちの方にも一水しときます。あの、今日の水はちょっと冷たくなってますんでね、そこのところ加味していただいて、この辺に一水をほりほら、避けた、避けましたね。素早い身のこなし、ありがとう。よし、じゃあこっちの方で、よし、ありがとうございます。のなしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ほり、わー、冷たそう、上手じゃないの、わかりました。ほと全員に打ち水をしたらどうなってしまうのか、やってみたいと思います。いきますよ、はい、ほりーわー、お見事、ご協力ありがとうございます。弥生さん、あ、ほら、佐々木篠旦那、ご苦労様です。いやー、精が出るねー。ほり、うっ、やめろ、冷たい。うまい。いやー、しかし、お姉さん、ほんと、精が出るねー。ほり、うわっ、やめろ、冷たいだろう。なんでついてきてんだろうな。いや、しかし、お姉さん、ほんと、精が出るねー。ほり、ひー、やめろ、冷たい。何も入ってないんですけれど。バカにしてんのか。いや、しかし、毎日毎日よく働くよな。ほんと、ヨゲイさんは働き者だ。ないことはありませんよ。普通ですよ、普通。その普通が難しいんだよな。ですかい。うん。あ、ところでヨゲイさん、あ、さっきあっちでこんな紙をもらったんだが、これ一体何の紙で？あ、これはおひねりの紙です。おひねりの紙。ほう、お芝居をご覧いただき、よかったなあ、面白かったなあと思われましたら、何かしらのお志を包んで投げていただく紙です。お志とは何だ。何でも構いません。何でもか。飴玉、ビー玉、パチンコ玉、金、貴金属、宝石。こちら投げるタイミングがございまして、お芝居最中に投げられます。うちの役者、お芝居そっちのけで一人に入れます。ですから、あ、お芝居が終わり、一度勢ぞろいし、ご挨拶をする際、足元をめがけ山なりにお投げください。あ、ですが、こちら投げる投げないはお客様のご自由、一切強制ではございません。でも大抵の方は投げます。あとですね、当劇場カメラ、ビデオカメラの撮影はご自由となっております。気に入った場面、気に入った役者おりましたら、どんどんとお取りくださいませ。はい、鈍いお客さんだな。ちょっと気づかなかっただけです。もう大体の方気づかれたと。大丈夫か。大丈夫。では今一度どんどんとお取りくださいませ。実家へ帰る。全然気づいてない。もうここにビデオが回ってここで我慢してこれビデオかな。ビデオですね、きっとね。
他は あっちあっちあるんですか。言えば出てくるもんだ。あ、ほらほら出てきましたね。まだかな。いや、これで気持ちよく始めれるってことな。ですね。あ、ところでよいさん、あの、おすずちゃんは、さっき使い出しまして、そろそろ切れてくると思いますが。そうか。しかし、親子二人とも、ほんと働きもんだよな。いやいや、祖父の代から受け継いだこの店を、娘と二人で守っていくのが精一杯ですよ。そんなこと言って、結構儲かってんじゃねえの。まあ、あんな時もありますが、一頃のような勢いがね。そうなの。どうしたもんだか、このところどうも客足が。おかしいな、与江さんの品は確かだ。間違えねえよ。そう言っていただけるとありがてえんですがね、お恥ずかしながら仕入れする金にも困ってきた次第で。ああ、そりゃ大変だな。あ、しかし、おかみさんが亡くなったから、おすーちゃんと二人誠実に商売してきたじゃねえか。自信持ってくれよ。まあ、金は天下の回り物っていうしな。ありがとうございます。ただいまー。おかえりおすーちゃん。いや、いつ見ても可愛いね。ほんと、与平さんに似なくてよかった。なんなの。それは一体どういう意味ですか。いや、別に悪い意味じゃねえんだよな。じゃあどういう意味ですか。説明してもらいましょうか。いや、俺が言いてえのは、顔が与平さんに似てたら大惨事だったってことよ。のまんまじゃねえですか。いや、しかし、おすーちゃんはおかみさんに似てほんと綺麗だ。おー、佐々木さんたら冗談ばかりって。いや、冗談じゃねえよ。おすーちゃんがもし俺と一緒になってくれるんだったら、お父さんが与平さんでも我慢するぜ。でもってなんですよ。なお、びっくりした。おすずちゃん、なんでおすずだよ。おー、佐々木さんだな。おすずちゃん、なあ、かわいいな。おすずちゃん、なあ、目が合っちゃった、目が合っちゃった、目が合っちゃった、目が。おすずちゃん、わあ、早く止めろよ。いつまでやってんすか。仕事になりやし。おすず、はい、これをね、おめさんとこに届けてこい。はい、佐々木さん。うん、それじゃ。よけてな。ありゃ俺に惚れてんな。あっしは許しませんよ。え、なんで。うちの大事な一人娘なんです。まだ嫁には行かせませんよ。だったらいつだったらいいの。来月。ダメ。来年。ダメ。明日。短くなってんでしょうよ。ダメに決まってんでしょう。バカなこと言ってねえで、もう早く仕事に戻ってくださいよ。分かったよ、あの、じゃあの、また来るから。あ、与平さん、はい、いや、お父さん。
やっぱりそう思うか。まあ浮かねえ顔してても仕方ねえ。さあ今日も頑張るぞ。そうね、お父ちゃん。よし。いやー、山田屋さん。ああ、これは金尾さん。おはようございます。おはようございます。今日はまた朝からどうしましたか。どうしたもこうしたもありませんよ。お金を返してもらいに来ました。ああ、今月分ならもうお支払いしましたが。それは山田屋さん、いただいたお金ではレシ分が足りませんよ。え、利子？いや、なはずはねえと思いますが。いやいや、ここにちゃんと書いてあるじゃないですか。こんな無茶な金額覚えがありませんよ、金尾さん。ですが、そんなに覚えがありません。覚えがない、覚えがないって通用しませんよ。払うものは払っていただきます。払えないってんなら出るとこでたって構わないですよ。ちょっと金尾さん、勘弁してください。せめて少しだけ待ってもらえませんか。お願いします。与平さん、私もね、遊びでやってるんじゃないんですよ。お願いします。せめて少しだけでも。待てませんよ。金をさ。いい加減にしなさい。借りたものを返す。子供でも知ってんだよ。あ。ごめんなさい。大きな声出して。よえさん。方法がないわけじゃないんですよ。え？お宅にはいい品物があるじゃないですか。いい品物？はい、そこに。金も払えないって言ったら古い家にでも行ってもらいましょうか。それだけは。そう言ってないよ。あっちちっちゃい、あんた一人が頑張ればみんなうまくいくんだよ。まあ最初は大変だけど、ガッハ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 ッ、すぐになれるから。あんただってお店大事だろ。これでお店もあたったもみんな安泰だよ。どこにいるんだい。身支度を。荷物なんていらねえんだよ。
え、何これ震えてる。足下がってる。上げて。はい。両替所金のためは死んでしまった。はつさて両兵親子の運命は、そして大岡様のお裁きやいかに。金子さん手伝って。はいはい。ごめんね、死んでるところ。いいよ。一人じゃ持てなくてさ。はいよ。せーの、よいしょ。
でないと。もう一度聞く。殺したのは確かにその方か。はい、私がやりました。どんな罰でも受けます。これ谷川は、他に殺害現場にいた者はおらんのか。はは、その場にいたという者がおります。証人出ます。へー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 、座れ。あ、へー、足は選び通りで立てたです。佐々木と申します。佐々木とや。へー、その方が見たことをバリ邸に申してみよう。あ、へー、足は陽平さんのによく顔を出したけどね。あ、陽平ってのはこのおすずの父親で、これが何ともむさ苦しい顔をしてるんですよ。これ貞吉、言い過ぎではないか。私は結構好きな顔だぞ。へー、とにかくあちら叫ぶ声聞こえたから飛んでったら金尾が死んでたんです。死んだ金尾のそばにいたのはこのおすずと陽平の二人だけか。あー、へー、二人だけでした。なるほど。ではおすずと陽平はどんな様子であったの。あー、へー、陽平さんは真っ青な顔して呆然としましたよ。しておすずは。あ、へー、おすずちゃんはですね、おすずちゃん、あれ、おすずちゃんは何してたっけな。おすずはおらなんだか。あ、いやいや、いたと思います。いたと思うんですけども、あ、そういや店の入り口あたり、陽平さんとは随分と離れたところにいました。つまり死んだ金尾のすぐそばにいたのは与平であるな。ああ、へえ、ですね、ああ、こんな感じです。え、金尾為代がここに死んでて、おすずちゃんがそこに立ってました。おすずちゃんそこ立って。与平さんにやってもらっていいですか。バッチリ。すごい。え、あの人だった。もう一人なんか違うな。あ、膝か、膝の角度がもうこうです。おー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 、膝が下がってる。こんな感じでした。こんなに上がってなかったよ。え、あれ、誰かに似てません？動いた。誰か似てますよね。どっかで見たことあるんですけどね。誰だっけな。最近見たんですよ。陽平さん？谷川だ。あ、こんな感じで陽平さんとおすずちゃんはいました。はい、わかった。ところで、駒込屋山出屋といえば、長屋の住人からの評判もよく、繁盛していたと聞く。ああ、ええ、それも陽平さんとにはいい品が揃ってるって、もっぱらの噂でした。これ谷川。は？陽平を呼べ。今ですか？さよう。少々お待ちを。絶対になりません。お父っつぁんはそんなひどい商売しません。お奉行様、この事件
なとちょいと気になることを聞けさ。申してみよう。金尾が死んで本当によかった、これで安心して暮らせって長屋中にだが口々に言ってるのを耳にしやした。お奉行様、私がやりました。働き続けよ。殺された金のためは表向きは両替商を名乗っておりますが、裏の顔はアコギな氷菓子。あ、聞くところによれば貸した金に法外な利子をつけ払えなくなったら娘を女郎屋に売り飛ばす、そんな話もありやした。なるほど。おすぐ、隠すでない。その方、年老いた父親が犯した罪の身代わりになろうとしているのではないか。いいえ、お奉行様、私がやりました。はい、わかった。おすず、早くして母親と死に別れたその方を男で一つで手塩にかけて育ててくれた父親をかばう気持ち、この大岡痛く心を打たれた。そちは優しい娘だのう。お奉行様、さて、この罪、いかに裁けばよいか。追って沙汰する。お鈴、お上にも慈悲はあるぞ。投げた人から照れます。やめなさい。